皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。もうすぐ5月4日スターウォーズの日がやってきます。レゴショップ公式ストアで5月のレゴスターウォーズ新商品レゴスターウォーズの日のキャンペーン内容が発表されました。今回はスタッツのレゴブロックニュースもレゴスターウォーズを中心にお届けします。動画内で紹介するニュースのレゴショップ公式ストアやスタッツ公式サイトの特集ページへはこの動画の概要欄から行くことができます。ぜひご利用ください。それでは早速参りましょう。レゴスターウォーズの日、5月4日はスターウォーズの日です。レゴショップ公式ストアでは5月1日0時から5日までレゴスターウォーズの日が開催されます。今年のイベント内容が公式発表されました。まずは皆さんが最も気になる購入特典プレゼントキャンペーンですが、去年に続き今年も3つ同時に開催されます。順に紹介します。これから紹介する購入特典3つはレゴスターウォーズ限定です。レゴスターウォーズ商品だけで金額をクリアする必要があります。プレゼントキャンペーン期間は5月1日から5月5日です。ただしキャンペーン期間中でもなくなり次第終了です。それではまずはこちらから。通商連合兵員輸送車、1会計税込み2万2500円以上購入。ファントムメナスで戦場にバトルドロイドを大量に連れてきた輸送車です。バトルドロイドを固定している部分がスライド式で外れる設計です。レゴスターウォーズ25周年記念のブロックが入っています。青と無印合わせてバトルドロイドが全部で8体入っていますので、ドロイド軍を拡張したい人にはおすすめです。ヤビンの戦いのコレクターズアイテム、1会計税込み1万2500円以上購入。インサイダーズ会員限定です。箱も立派で高級感があるメダルです。デザインはデススターの表面で、ダース・ベイダーがルークの X ウィングに狙いを定めた瞬間です。レゴスターウォーズの日の購入特典のコレクタブルアイテムは毎年短時間でなくなりますので、このアイテムが確実に欲しい人は5月1日0時のキャンペーン開始と同時に買い物をしましょう。5月1日はレゴスターウォーズの新商品も発売されますので、新商品を買ってプレゼントをもらうのが良いでしょう。ポリバッグの AAT ミニセット、1会計税込み5500円以上購入。レーザー砲が回転する AAT をミニモデルにしたファントムメナス公開25周年記念セットです。レゴスターウォーズの日、イベント期間中にレゴスターウォーズ商品を買うともらえる購入特典は以上の3つです。特に早くなくなりそうなのはメダルです。去年のコインと設計図セットは開始後1時間経たずに品切れになっていました。今年のメダルも短時間でなくなりそうですので、先ほども言いましたが確実に欲しい人はキャンペーン開始と同時の買い物がおすすめです。番外編、 R2D2 のキーリング、これまで今年のレゴスターウォーズの日のプレゼントではないかと言われており、スタッツでも紹介したこちら R2D2 のキーリングは今年のレゴスターウォーズの日の購入特典ではないようです。国によって購入特典の内容が違うのかもしれないと思い、海外のレゴショップ公式ストアもチェックしてみましたが、今年のレゴスターウォーズグッズの購入特典は各国共通で X ウィングのメダルのようです。キーリングを楽しみにしていた人もいらっしゃると思いますが、予想が外れて申し訳ありませんでした。ただしドイツの販売店がスターウォーズの日の購入特典としてこのキーリングを150ユーロ、現在のレートで約2万5000円以上購入の特典として配布するようです。この販売店ではもう一つレゴスターウォーズのノートも200ユーロ、現在のレートで約3万3000円以上購入でもらえます。キーリングとノートはこの店のオリジナルの特典というわけではないと思いますので、そのうちレゴショップ公式ストアでもプレゼントが始まるかもしれません。その他のキャンペーンについてもお知らせします。レゴショップ公式ストアの特集ページには他にもキャンペーンが開催されるとの記載があります。去年はレゴスターウォーズ全商品ポイント2倍、一部商品のセールなどが実施されましたので、今年も同様のキャンペーンがあるかもしれません。レゴスターウォーズの日、イベント期間限定のポイントと交換のインサイダーズ特典もあるとのことです。1800ポイントで交換できるアートプリントが特集ページに掲載されていますが、他にもコレクタブルなアイテムがあるかもしれません。新情報が出次第またお知らせします。続いて一斉に発表された新商品を紹介します。今年はファントムメナス公開25周年なので同作の関連製品が多めです。全商品5月1日0時発売です。紹介する価格はレゴショップ公式ストアの税込み発売価格です。
タイインターセプター、5月1日にレゴショップ公式ストアでインサイダーズ先行発売です。1931ピースで 31,980 円。前に突き出た独特な形状の翼やレーザー砲、コックピット内部、リアエンジン、25周年記念ブロックも入っています。情報プレート、専用スタンド、タイパイロットとマウスドロイドが付属しています。タイインターセプターの特徴をリアルに捉えたモデルですね。レゴブリックヘッズ、クローンコマンダーコーディ、147ピースで1580円。右手の青いクリアパーツがパルパティーンのホログラムで、オーダー66の命令を受け取ったシーンです。ヘルメットが立体的なところや、取っ手のパーツで再現したバイザーの切れ込みがナイスデザインですね。ファントムメナス、732ピースで7980円。左から子供のアナキン、アミダラ、ジャージャービンクス、キャプテンパナカ、ダースモール、クワイガンジン、ファントムメナスの主要キャラクター6人が入っています。他のセットでも頻繁に製品化されているオビワンは今回は採用されませんでした。特に注目したいのはジャージャーですね。映画公開時は不人気キャラでしたが、その後クローンウォーズでも活躍して今では人気キャラになりました。このブリックヘッズは作中よりも可愛くデザインされていますね。バークスピーダー脱出劇、221ピースで4680円。オーダー66で襲撃を受けた時にジェダイテンプルから脱出するグローグーとジェダイのカレランベクです。モスエスパポッドレース、718ピースで11980円。子供のアナキンがポッドレースでチャンピオンのセブルバと競っているシーンのジオラマセットです。岩のアーチをくぐり抜けているところです。クワイガンジンがアナキンに送った言葉、考えるな、感じるんだ、本能に従え、という言葉が記されたプレートがついています。ドロイデカ、583ピースで9480円。丸まった状態で転がりながら移動して、敵を見つけると立ち上がって攻撃するドロイドです。腕を前後に動かしてシューティングアクション、足を付け替えてボール状に変形など、ドロイデカの特徴が再現できます。小さいドロイデカと情報プレートもついてます。ダースモールのシスインフィルトレーター、640ピースで11480円。ファントムメナスでダースモールが乗っていた宇宙船です。スピーダーでクワイガンジンを襲撃したところです。ダースモールは映画に登場したのはファントムメナス一作だけ。セリフもほぼありませんでしたが、いかついルックスや圧倒的な強さ、クールな雰囲気で非常に人気がありました。映画ではオビワンに胴体を真っ二つにされて死んだかと思われましたが、その後クローンウォーズで復活してからはスターウォーズの主要登場人物の一人になりました。ダースモールをよく知らない人にも注目してほしいセットです。キーリング2つも5月1日発売です。身につけて歩けば強力なフォースが宿りそうな2人ですので、他のセットと一緒に購入しましょう。レゴスターウォーズの本、フォースオブクリエイティビティが7月20日発売、5月1日から 21,980円で予約開始予定です。レゴグループとルーカスフィルムの制作人50名以上のインタビューなどを掲載した312ページの豪華な本です。価格は若干高めですが、非常に濃い内容のようですので、これを読めばレゴスターウォーズの全てを知り尽くせるかもしれません。中身は英語だと思いますが、スマホの翻訳アプリなどを使えばレゴスターウォーズファンなら難なく読めると思います。この箱ですが、特製タイムカプセルには25年前のレゴスターウォーズ始まりの場所、1999年のトイフェアの招待状ボックスのレプリカなど限定グッズが入っているとのことです。普段レゴブロックには馴染みのないスターウォーズファンにとっても役に立つ情報がたくさん掲載されていると思いますので、スターウォーズファンの皆さんは5月1日にぜひ予約しましょう。レゴショップ公式ストアは予約商品も購入特典の金額にカウントされますので、予約をして条件をクリアすれば先ほど紹介した購入特典ももらえます。新商品情報は以上です。レゴフォートナイト、フォートナイトの公式 SNS アカウントが5月3日にレゴフォートナイト、スターウォーズがコラボしたイベントを開催する予告映像を公開しました。内容については明らかにされていませんが、フォートナイトをプレイする人は当日チェックするのを忘れないようにしましょう。余談ですが、5月4日はなぜスターウォーズの日なのでしょうか。スターウォーズ作中でジェダイがよく使うメイザフォース Be With You という言葉のメイザフォースと、5月4日を意味するメイザフォースをかけたダジャレから5月4日がスターウォーズの日となりました。ウィキペディアによると、マーガレット・サッチャーがイギリスの首相に選出された翌日の1979年5月4日に、
同氏が所属する保守党が新聞に「May the Force be with you」と広告を出したのが始まりだと言われています。スター・ウォーズ1作目のエピソード4が公開されたのは1977年5月25日なので、この説が正しければ公開2年後からメディアで使われ始めました。しかし誰でも思いつきそうなダジャレですので、英語圏のファンの間では公開当初から使われていたのではないでしょうか。続いてレゴブロックとは直接は関係のないスターウォーズ情報をお届けします。スターウォーズシリーズ初のオープンワールドゲーム、スターウォーズ無法者たちが8月発売です。通常版は8月30日発売、少し早めにプレイできる特典付きのゴールドエディションは8月27日発売です。 Amazon で予約が始まっています。ゲームは悪党のケイベスと相棒のニックスが銀河系で成り上がるチャンスを探し求める内容で、時代設定は帝国の逆襲とジェダイの帰還の間です。おなじみのキャラクターも出てくるのでしょうか。プレステ5、PC、XBOX などでプレイできます。かなり面白そうですので、気になる人は今すぐ予約しましょう。スターウォーズの小説、スターウォーズハイリパブリックイントゥーザダーク、1年前に発売になったハイリパブリックが舞台の小説の電子書籍版の配信が始まりました。ハイリパブリックはスカイウォーカーサーガよりも200年ほど前のジェダイの全盛期と言われた時代です。シスが台頭しつつある時代でもあります。6月5日からディズニープラスで配信が始まるスターウォーズの新ドラマアコライトもハイリパブリックが舞台で、台頭しつつあるシスとの戦いを描く内容のようです。ドラマを見る前に小説を読むとハイリパブリックへの理解を深められるかもしれません。続いてレゴスターウォーズ以外のレゴブロック情報です。現在レゴショップ公式ストアでは購入特典プレゼントキャンペーンが3つ同時に開催されていますので順に紹介します。プレゼントはすべてキャンペーン期間中でもなくなり次第終了です。フルーツパーラー、1会計税込み2万8000円以上購入、インサイダーズ限定、4月25日まで。今年1年で4種類のセットが投入される予定のレゴショップコレクション第2弾です。ウォーターパーク、1会計税込み1万5000円以上購入、レゴシティ、レゴドリームズ、レゴフレンズ、レゴ忍者号限定、4月29日まで。このセットのプレゼントキャンペーンを今開催しているのは日本だけみたいです。他のメジャーな国では実施されていません。動物のギフトミニセットとオーロラ姫の森の遊び場ミニセット、1会計税込み7000円以上購入、レゴ動物の森、レゴフレンズ、レゴドリームズ、レゴディズニープリンセス、レゴクリエイター限定、4月29日まで。ポリバッグ2つのバンドルパックです。以上が現在レゴショップ公式ストアでもらえる購入特典3つです。レゴショップ公式ストアは複数の特典を1会計で同時にもらうことができますので、それぞれの条件をクリアすると今回は3つ同時にもらえます。スターウォーズにあまり関心がない人は今のうちに買い物をして、こちらのプレゼントを3つ同時にもらっちゃいましょう。Amazon スマイルセール、4月19日金曜日朝9時から Amazon でスマイルセールゴールデンウィークが始まります。オールジャンルが対象のビッグセールですので、レゴブロックも少なくとも30点以上の特価を期待したいですね。ポイントアップキャンペーン、エントリー受付中です。 Amazon では先日から D ポイントが使えるようになりました。 D ポイントを貯めることもできるようです。詳しい情報は Amazon で確認してください。楽天ブランドデー、4月20日土曜日0時から2日間限定で楽天ブランドデーが開催されます。レゴストア楽天市場店でもセール、クーポン配布、ポイント最大5倍などが実施されます。購入特典については現時点では記載がありませんが、そのうち情報が追加されるかもしれません。セール品も特別安いのは少ないようですが、今後追加になる可能性もありますので、詳しくはレゴストア楽天市場店の特集ページでチェックしてください。今回のレゴブロック最新ニュースは以上です。最後にぜひこの動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴブロック最新情報はスタッツ公式サイトで毎日配信しています。この動画の概要欄から行くことができますので、 YouTube と合わせてぜひご覧ください。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。